ヤワタ市立橋本小学校は、京都府ヤワタ市橋本中の池尻にある公立、小学校。ヤワタ市北西部を校区とする私立小学校で、橋本駅周辺の古くから、ある地区から、新興住宅地の明ての地区まで変化に富んでいる。私立小学校の中では、児童数の多い小学校となっている。当時児童数増加の影響で、教室不足が生じていた。 八幡小学校の過密化解消と、橋本地区からの児童の電車通学解消を目的に建設された。高知選定の際には、教育環境が良いこと、できるだけ、原子街地の近くであることを考慮してご案が検討された。しかし、既存の市街地に近い案は、傾斜の急な候補地が多く、造成が困難な上に必要な面積が取れないとして、軸が、池が、 建設用地に選ばれた。私立中学校に進学する場合、八幡市立男山第三中学校に進学することになる。出展、広報八幡第101号出展、平成22年度橋本小学校要欄出展、平成22年度八幡市教育要欄出展、八幡市教育委員会広報誌、楠木第四十三号出展、八渡市教育委員会広報士、 くすのき第53号、ありがとうございます。